バターがなんと 40g 入ります。どうもキャリーペムペムです。大丈夫かなこれ。はい、ということでですね、今回はですね思考シリーズでございます。思考シリーズなのに挨拶が過激というね、思考のカレーシリーズ。カレー結構好きなんですけども、これね実はね一回公開してるんですけども、思考のスープカレー。スープカレーって大体クミンとかシナモンとか使う、一から全部スパイスを集めるレシピがかなり多いんですけども、今回はですねカレー粉でやります。これはですね僕の飲み友達の木村洋平さんと一緒にやったんですけども、僕のチャンネルでもやろうっていうことで今回やるっていうところですね。ちなみに良平さんは超絶賛してくれてましたね。ありがとうございます。思考のスープカレーをですね皆さんにやっていただきますので、僕がやっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ今回はですね、材料いっぱいあるんで紹介していきたいと思います。まずですね、鶏肉。ね、鶏肉。で、今回ね、軽く4人前はあります。軽くというか、重く4人前ぐらいあります。鶏もも肉1枚、300g ぐらいのもんですね。手羽元なんですけども、4本。で、これはまあ、後でやっておきます。4本必要です。玉ねぎは1個。だいたい 250g ぐらいの。あと、生姜とニンニクがこれ 15g ずつ。これ後で測ります。で、あとこの野菜はですねトッピングです。スープカレーってほら上に乗っかってるじゃないですかお野菜。なんでこれはいい感じに剪定してもらえば大丈夫です。あとでこれ焼きます。今回は彩りを、見て、緑のピーマン、紫の、ナス、赤いパプリカで黄色いかぼちゃですね。はい、この4種を使ってちょっとカラフルに、作っていきたいと思います。本当になんかかぼちゃとナスとかだけでもいいし、パプリカだけでもいいし、これは食べたい野菜を皆さん使ってください。あとは、このトマト缶ですね。カットでもホールでもどっちでも大丈夫です。ホールトマトの場合はよく潰すんですけども、このホールトマトを使っていきます。まあ、あとは調味料だけなので、詳しいレシピは概要欄必ず見てください。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。今回はですね、思考のスープカレーということで、冒頭にも言ったんですけどもね、良平さんと一緒に作った思い出の品でもあるので、思い出をちょっとこう、かみしめていきたいと。で、今回は、この良平さんからもらったね、めちゃめちゃうまいラムなんですよ。こいつを飲んでいきたいと思います。このラムめちゃめちゃ美味しいの。ということで、乾杯。いただきます、良平さん。これさ、超香りいいんですよね。これラムの匂いってそもそも好きなんですけども、これはね、かなり洗練されてる。甘い香りの中にもすごく華やかさがあるんですよね、これね。英語読めません。ちょっとラベルだけ覚えててください。はい、はい、じゃあやっていきます。まずですね、トッピングの野菜が切っていくって、でもこれかぼちゃは薄切りにしてありますし、パプリカだけね、ちょっとね半分に切っておきましょうか。これ4分の1なんですけども、8分の1個ぐらい程度に切っていきます。ナスはここヘタ切り落として、これね焼くんですよ。これナスを焼くって時間がかかるんで、こういう感じでですね格子状に切れ目を入れていくんですね。これね、こうすることによって火の通りが非常に良くなるんです。こういう感じ、こういう感じ。ピーマンはねパプリカより肉薄なんで、このままでいいかな。そしたらですね、ニンニクと生姜なんですけども、ニンニクは 15g なんですね。これねだいたい3、4かけですね。大体これで 15g、 15g ずつぐらいだ。そしたらですね、ヘタを切って、叩いてですね、こいつを出してあげる。で、できればヘタ、これでも新鮮なニンニクだからヘタないですね、これね。で、今回このままやりましょう。で、生姜なんですけど、これ皮付きのままでいいので、いい感じに刻んであげてください。そしたら、こいつはスープカレー作るときはね、これ微陣切りでも全然いいですよ。今回はちょっとめんどくさいので、酔っ払ってるし、ブンブンチョッパーっていうのを使います。このチャンネル出したことあったと思うんですけど、相当昔なので、これはですね刃をセッティングして、ニンニクとニンジン、ニンニクとニンジンだっけ、これで、ここにねハンドルがあるんですよ。これハンドルがあるんで、こいつをそう一瞬でほらこんなみじん切りになっちゃうんですね。これはね切るより全然楽っすよ。インドの感じも組んだレシピになりますんでね、生姜とニンニクはたっぷり使います。そしたら玉ねぎも切っていきます。頭とおけつ切り落として、半分にしてあげると、こんなに簡単にね、皮がむけますんで、こんな感じだね。ほら超簡単にむけちゃう。でそしたらもう本当にこうざく切りですね、これね。はい、でこのブンブンチョッパーに入れます。ざく切りにして、でこれもブンブンチョッパーに入れます。
これね、電源いらないんで小回り効いていいんですよ。でこれこいつは効いていく。ほらで、あっという間にみじん切りになっちゃったでしょ。これなんです。スープカレーとかみじん切りにするものが多い時はこれを使った方が超時短になりますから、買っても損はないかなっていうふうに思います。そしたらお肉、鶏もも肉ですね。鶏もも肉は今回ね4人分なので4等分します。まず半分にする。これも半分にする。これが1人前の量になります。であとは手羽元ですね。これはね下処理しなくていい、煮込むから。そしたらこれでもう下準備は OK なんで、煮込み、焼きと煮込みに入っていきます。はい、じゃあねやっていきたいと思います。これからはねこのもうフライパンでやっていきます。テフロンがあればテフロンでもいいですし、鶏の皮がくっつかなければ普通のフライパンでも全然いいです。今回ねテフロンでやっていきたいなっていうふうに思います。フライパンにオリーブオイル大体ね大さじね3だ、結構入れます。これぐらいかな。温めたら鶏肉皮目から入れてください。でまあここに塩コショウですね。はい、鶏肉ねちょっと塩コショウ。そして、こいつを焼いてる横でですね、手羽元も塩コショウじゃなくて、ちょっとね、大塩ね、ブラペ。これね、焼き目をね、ちゃんとつけていきます。で、これなんで、もも肉と手羽元を使っているかっていうと、このもも肉っていうのは、まあ、味もそうなんですけども、これね、柔らかくてね、いい具材になるんですよ。そのために入れております。手羽元はじゃあなんで入れてるのかっていうと、これ、手羽元って骨があるじゃないですか。だから、煮込んだ時に非常に鶏のね、いい出汁が出るんです。これね、非常に重要なんですよ、これ。なので、これは入れていきます。試行シリーズですからね、ちょっとね、手間はかかるんですけども、その代わり、ものすごい美味しいスープカレーになりますから。皆さん、僕を信じて。まあ、これね、もし、時間短縮したいなって方は、鶏肉焼いている間に、さっきのお野菜切りましょう。そうするとね、時間短縮になります。ただね、これ慣れてないと危ないので、慣れてない方は、この、僕の やった通りにしていただいた方がいいかな。これ、まあ、何をしてるかっていうと、鶏肉に焼き目をつけて香ばしくする。そしてですね、鶏の皮から油が出てくるんですね。この、鶏の油を、すべてこのオリーブオイルに出していく。これが後でコクになるんです、皆さん。あ、いいですね。手羽元の方にも、パリッとして、いい、チャウチャウ色になってますね、これね。いいですね。ここですよ、これ。美味しそうでしょ、これ。全体的にいい色になりましたので、肉はね、最初に避けとく。ここで全ての火を通す必要はありません。これはあくまで油を出して、肉に、焼き目をつけて香ばしさを出すっていうのがポイントですので。で、ここにですね、さっき刻んだ、ニンニクと生姜ですね、これね。入れてね、これ中火でいいです。で、ちょっとね、色づかせる。生のままだと結構ね、ニンニクと、生姜の香りが立ってしまうので、ちょっとね、ローストしていく。さっきのオリーブオイルと、鶏のチー油で炒めていく。ちょっとね、縁が色づくぐらいです。皆さん。これちょっとね、放置したままで丸焦げになったら美味しくないんで、丸焦げはやめてください。茶色ぐらいだと大丈夫。柴犬色ぐらいだったら大丈夫。で、今回はフードプロセッサーで結構細かくしてるんで、色づくの早いと思います。これぐらい、ね。柴犬色になってきました。柴犬色になってきました。柴犬色になったらすかさず玉ねぎ、これで余計に火が通るのを防ぎます。玉ねぎもね水分持ってますんでね、ちょっといい香りがしてくるんですよ。これここまでローストしたらいいのか、もうちょっと生の感覚を残したいのかっていうのはもう人それぞれですね。僕はどっちも好きです。これぐらい炒めた方がそれっぽくなりますかね。でここでも炒めていく。玉ねぎ入れたらちょっと火強めてもいい。玉ねぎが透き通ってちょっとしなっとするまで炒めていく。この感じ分かりますかね。ちょっとね玉ねぎがしぼんできた感じ。もうこの状態で結構です。トマトの缶詰、今日はホールトマトなのでこう潰しながら入れていきます。カットトマトの場合はそのままやってください。でね、ホールトマト潰すときはね結構その跳ねるんでね気をつけてください。ゆっくりゆっくりこう潰してあげてください。トマト入れたらカレー粉です。カレー粉は大さじ1半、大さじ1と半分ですね。で、コンソメ。で、コンソメを大さじ1。バター。これね、バターね、かなり使うんですよ。バターがなんと 40g 入ります。はい。で、この状態で炒めていくんですね。カレー粉を炒めることによって、とてもですね、香りが出てくるんですね。本当はね、鶏の旨味だけでいきたいところなんですけども、でも、スープカレーって水分もね、かなり入るので、鶏の旨味だけではね、足らなくなる。だからコンソメも入れるんですね。これね、非常に重要です。スープストックが重要。もしご家庭で鶏ガラスープとか常備している方もいねえと思うんですけど、
丸鶏から取った方がいればそれ加えてもいいです。そしてですね、お肉戻しちゃいましょう。でここにですね、ここに水 600cc 入れます。一回沸かしましょう。一回強火で沸かした方がいいです、これね。でこの煮込む時は、中火を使ってください。ちょっと煮込んでいきます。大体10分ぐらい煮込めばいいかな、中火で。で次は、このお野菜ですね。お野菜をちょっともう炒めちゃいます。でこれは、僕的には1人前だから2人とかで いっぺんに食べる場合はもうちょっとこうやってください。ナスが一番火の通りが悪いんで、ナス最初、パプリカ、ピーマン、あと人参ですね。人参はね薄切りなんで結構ねすぐ火通る。人参じゃないよ、かぼちゃだよ。で色よく炒めていきますよ。あどうですこの色、これこれ、あどうですか、どうです、おいしそうですね。いい感じでしょ、これこれぐらいね、焼き目がついたらね柔らかくするためにですね、蓋閉めて本当に弱火でちょっと蒸していきます。でこの感じだとナスが柔らかくなったら全部食べれますので。でまあ数分蒸したのもこちらですね。とにかくね、ナスがね柔らかくなれば OK なんで、こいつは置いておきましょう。中火で10分煮込んだのがこちらです。ハーブソルトをですね、クレイジーソルトとかそういうものでも大丈夫なんですけども、今回ねイタリアンハーブミックスっていうのを使います。なければバジルとオレガノぐらいあれば大丈夫です。あとお塩小さじ1、ちょっと1回入れてみますね。これはね、あとね感覚なんですよね。バターもたっぷり入ってて、トマトもたっぷり入ってるので、ハーブソルト非常に合うんです。もうちょい入れてもいいですね。これね、お使いのハーブソルトって結構違ってきますので。で、ハーブソルトっていうのは、同じく塩味もつきますんで、こっから必要なのが味見です。少ししょっぱいなぐらいが、ご飯には合います。小さじ2杯入れましょうか。最終的に小さじ2杯入れました、ね。ここで洋の香りをつきます。これでね、ぐっとね、スープカレーっぽくなる。ここでまたカレー粉です。これはね、最後に入れるカレー粉も非常に美味しい。で、これね、大さじ1ぐらいでいいです。で、全体を混ぜ合わせてください。あーこの複雑な香りがうまいんだよこれ。カレーって何が一番大事、塩なんですね。これね、これはご飯と合わせた時にこれぐらいの濃さだったら美味しいなっていうのを見極めてやってください。でこうやって最終的に味を見ます。最高だぜ。これからよそっていきます。じゃあですね、よそっていきます。まず鶏肉を、手羽元ですね。これスープの具材にも、スープの出汁にもなってる感じのこのスープですね、スープを入れていきます。そしたら持っていくわけです。で、ナス、パプリカですね、かぼちゃ、まあ、仕上げにカサイリをパラパラとね。これどうですか、これこちらで至高のスープカレーなれー。それではできました。いただきます。カレーには何でしょうね、皆さん。至高シリーズだから、至高のビールですかね。ビールのまま飲むのも好きなんで、じゃあいただきたいと思います。いただきます。これはね、ご飯をよそってスープに浸して食べるんですよ。じゃあいただきたいと思います。いただきます。わあこれはうまいぞ。香りが最高。野菜うまいな。別焼きで添えるってやり方すっごいですね。高級感が増しますねこれね。すべてがすっごく柔らかく仕上がってるんで、鶏の出汁もねものすごい出てますね。鶏肉スプーンで切れちゃうんですよこれ。これですよ。これは僕が都内行った時に食べた札幌発祥のスープカリー屋さんよりダントツうまいですね。スープを飲みたくなる、かなり。今回はね、いろんなポイントがあるんで、これね、カレー粉を2段階に分けて入れる。で、熱を加えられたカレー粉と、そのままフレッシュな香りを残したカレー粉、両方の香りが感じられる。バターとかトマトとか洋の食材を使っておりますので、そこにですね、ハーブソルト、これを入れることによってですね、すごくですね、味に深みが出てくる。ビールに合うよ、ほら。確かにね、煮込み料理なんでちょっと手間かかります。でもね、それを補ってあり余るほどのうまさを蓄えてるんです。これは本当にうまいスープカレーです。今回ね、カレー粉とハーブソルトを使ってるので、スーパーで揃う食材だけなの。僕はこのスープカレーが出てきたら、もう一発でその水好きになる。どこにも負ける気がしないですねこれね。相当大口叩いてるけど、でもね、それくらいこのスープカレーはうまい。せっかくだから手羽先も詳しいです。
お前は出汁だけじゃない、食や。ぜひこの至高のスープカレー、これね、良平さんもね絶賛していただいた最高のスープカレー。だってスープカレーあんま好きじゃなかったっつったもんね、うん、でもこれはめちゃめちゃうまい、食わず嫌いしてましたって言ってたのに、それぐらいうまいスープカレーです。ぜひ皆さん、試してみてください。刃をセッティングして、このニンニクと人参、はい、ニンニクと人参だっけこれ、ニンニクと生姜、ニンニクと人参ね。でこれをこう入れていきます。で、ピーマン、あと人参です。人参はね薄切りなんだけど結構ねすぐ火通る。